こんばんは、平井博明です、今回久しぶりにまた真面目に動画撮っていきたいと思います。今回のタイトルはですね、トール君がタイトル入れるより先僕言っちゃいます。形より動きという動画を撮っていきたいと思います。質問は、はい、どうぞ。平井博明のワンナップゴルフ。何の動き？体？クラブ？これは答え言っちゃった。あの、もうここで動画終わるから。終わるか、じゃあなし。今の、もうちょっと後にして。わかった。そう。やっぱり、その、今の質問でもあれだな。あれだ。動きっていうとさ、ほら、体のこと言うとさ、またさ。そうです。でも、ね、やっぱり皆さんは、YouTube もそうだし、うん、体の動きをやっぱ意識しちゃいやすい。しちゃいやすい、まあ。答えはクラブなんですけど、やっぱり、意外とクラブの動きってどうやったらその正解なのとか、うん、どういう動きをクラブがしたらいいのか、何ショットが出るのか、うん、あの分からない方が多い。それはそうよね。そうやって言ってる YouTube ないんだから。ない。皆さんが悪いわけじゃなくて、そういうのを発信してない大元が悪いから。体ばっかりよね。そう。ワンナップゴルフのクラブの動きって、うん。クラブのことしか言ってないからね。そう。だから、難しくなっちゃうよね。そうだよね。そう。だって、体の動きが、結局、ゴルフ打つのって、ここまでだったらいいの。こっから先にクラブというものがあるでしょ。そう。で、そこ、そのクラブというものがボールに当たるわけじゃん。うん。だから、本当はそこが知りたいはずなんだよ。うん。しかもあれなんだよね。真ん中についてないんだよね。シャフトが。そうなんです。端っこについてんだよね。そうヘッドのね。そう。だから余計なんでしょ。そう。だから、こうやってやったらさ、ブン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 って振られちゃうよね。うん。そう。これをうまく使うかどうかだから。そういうのが、ちゃんと言ってる動画が少ない。うん、少ないよね、うん。だから、その動きができたからって言って、うん、その、ここより先のクラブも同時にいい動きをしてるかって言ったら大間違いだから。うん、そうだよね。そう。言ってんのは結局ここまでの話じゃん。こうやって。それより先も、それにつられていい動きをしてなかったらダメなんですっていうこと。そうだね、そうなんですよ。そうそう。だから、クラブの動きを優先しなきゃいけないんですよって、ワンナップゴルフは言ってる。いいよね、斬新で。斬新っていうか、本質で。すごい本質だよね。うん、そう、ほんとそう思う。ただ、あの、ね、やっぱり世の中には、綺麗なスイングとか、うん、こういう形が理想ですよとかって、いろいろ出回ってるから、やっぱりやりたくなると。ね、だって綺麗なスイングもあれだもんね。体の動きが綺麗なスイングと言ってんだもんね。そう。クラブが綺麗に戻ってきてるとか、まっすぐ戻ってきてるっていうことじゃないもんね。そう。例えば本当に、この前も動画で言ったんだけど、うん、人間は透明で、クラブだけこうやって、うん、例えば理想な綺麗な動きするでしょ。うんうんたら体って綺麗な動きになるのね。その綺麗なクラブの動きに釣られれば人間の体って綺麗になる。でも先に体をやるでしょ。やる。そう。だからその先にあるクラブっていうのは、うん、おろそかになっちゃう。うんうんうん、先にクラブから作った。俺スローを入れてくださいって、うん、ミーティングで言われて、うん、トールがスローを作ってくれたじゃん。作った。あの時に、うん、俺トップでフェースがこうやって縦になるの。おお、綺麗だなーって初めて思った。自分で。自分で、30年後。今。あ、そうなんだ。だから、基本のスイング、何もやらないスイングっていうのは、トップでクラブフェースがこうやって縦になるんだなーって思った。へぇ。そう、それがやっぱり、クラブを5対5でちゃんと重さを感じてて、うん、クラブのセンターを左親指でこうやって重さをこうやって感じてるから、うんうんうん、トップで見なくてもフェースをこうやって縦になる。ああ、本当だね。そう。これが基本です。要は、クラブの綺麗な動き。はい。そう。それに釣られて動くから、体も綺麗になってくるっていうこと。クラブが先なんだよね、やっぱね。何でも先、クラブが。俺もね、ちょうどそれ考えてて、うん、なんでゴルフっていう体の動き、先になっちゃうのかなと思ったんだけど、ゴルフがじゃなくて多分、他のスポーツが全部体が先なんだよね。ゴルフだけクラブが先なんだよね。だから、うん、そうなっちゃうのかな。なるほど。それをこう、ゴルフに持ってきたときに逆になっちゃうっていう。そう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 。はいはいはい。なんとなくよ。うん、正しいかどうかはわからない。なんかスポーツ科学者じゃないから。けど、そんな気がするなぁ、ね。イメージしてもらいたい。ゲートボール、ビリヤード、うん、そういう感じだよ。ゴルフって。ああ。そっち系。要は、ボールをものを言わすじゃん。うんうんうん。まあ他のもそうなんだろうけど。うん。それからか、日本の、教育の仕方が。いや、そうだと思うよ。そうだと思うよ。だって、
本当に俺アメリカで体からって習ったこと一回もないから、強い。やっぱそうなんだ。ショルダーターン、ショルダーターン、ショルダーターンでその言われて、うん、でその先にクラブがあるんだから、クラブヘッドがどこを刺そう、どこを打とうとしてんだお前は、お前のクラブからどこを打とうとしてるから見れないって思う。ジェフに、うん、そんなんじゃ通常しないと。やっぱそれは教え方の違いだ、うん、でも日本語でもちゃんと通じることがあって、うん、例えばその How are you doing? なんて、うん、俺はハイドンにしか聞こえないもん、ね、でお店行って、うん、これいくらっていうのも、うん、ハマチですにしか聞こえないハマチです、ハマチです。でハマチですの後に、うん、犬が鳴けって言われた、うん、ハマチですワンって言った、うん、これはいくらだって、うん、ハマチですワンって鳴けって言われたの、それで通じるから。あ、そう。そう、だから、ハイドンと、うん、あと、ほう、なん、結構あったの、そういうの。ずっと覚えてたんだ。Do it again も、Do リギンでしか聞こえない。R どこにあるんだって。そう。そう。それで通じるから面白かったって。で覚えちゃったの。そう、ジェフにそれって、お前英語喋れる、いつ英語喋れるようになったんだって言った。あ、そう。うん、そうやって言ったら、Do リギンって言った。その時知らないよ。そんなことも知らないからさ。そう。朝行ってさ、グッドモーニングの後に、あの、すぐそれを使いたかったから、うん、グッドモーニングの後に、うん、ハイドンって言ったの。うん、そしたら、グッって言ったの。あ、通じるんだっつって。そう、だから、教えというか、そう、登録に言ったように、スイングの作り方の教える入り方が違うよね。うん、そうだね。うん、それこそ俺、スポーツ少年団野球ちょこっとやってたけど、うんうん、同じバットの打ち方、振り方を教わったの。みんな。そうだね、そうだね、うん、こうやって振れって言われた。そうだね、そうそうだったよね、うん、上から下、ね、上から下で、俺はフライを打つのが好きだった。こうやってバット振ってた。めっちゃ怒られた。あと俺は死んでもサイドスローだった。俺はこうやって投げるのが好きだった。それ怒られた。全部上から投げさせるよね。そう、右の耳をすってこうやって投げろって言われた、うん、こんな投げ方でいい球いくわけねえだろって俺は思ってた。うん、そう、もうそこが俺はずれてると思ったんだね。そうだね、そういう教え方するよね、うん、昔はしてたよね。今は違うのかもしれないけどさ、うん、俺は斜めにこうやって投げるのがめちゃくちゃいいところに投げられる自信があったね、うんうんうん。そう、でも上から投げろって言われて自信がなくなった、うん、もうつまんなくなった。やんないんだ、うん、小学校の、うん、その時に、うん、ああ教え方っていい悪いってあんだなと思った。へえ、うん、子供ながらに、うん、俺の父ちゃんはそうやって教えなかったと思ったもん。嘘、お前が一番投げやすい速い球が投げられる投げ方で投げてみろって言った。へえ、そうなんだ。したらここだった、斜めだった。はい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 。それは肩の筋力だったりいろいろないからこうやって下がったのかもしれないけど、うん、でもそこが一番良かった。これ、いい球投げられる自信があったけど、そう、まあ、そういう動きにとらわれない、形にとらわれないで自分が一番いい球を打てる動きで打ってみるのを見つけることが大事だ。それは先にもう理論が入っちゃってるんだったらなかなかそういう考えにいかないんだけど、うん、でも誰も見てないと思って、うん、でもあそこに球を一球打たなきゃいけないと思って、うん、全力で振った時にどういうスイングするかを一回カメラかなんかで撮って見てほしいわけよ。確かにそうだね。そう、意外と変なスイングってしないから。そう、ちゃんとまとまって形はずれてもそんなに大きくね、なんかこんな変なスイングする人っていないから。ああ、だからインパクトのために作ってあげなきゃいけない動きって相当あるのよ、うんうん、それを先に決めちゃったらその強いインパクトは迎えられない、うん、それはもう間違いない。だから本当に形よりも動きっていうのを本当に意識した方がいいと思う。うん、何の動き？形よりも動きって言ってたと体の動きになっちゃうから。これはですね。みんな見ちゃうから動画、この動画。じゃあ形より動きなんだ、体の動きなんだっつってみんな見ちゃうから。答えをじゃあ言わせていただきます。はい、クラブね。クラブです。間違いなく。クラブにつられて自分が動いたらいい動きします。クラブにつられて上半身。上半身につられて下半身が動いたら最高のスイングしますから。ここに全部つられて
ここが小籔なんですよ。ここに釣られてみんな行くんですよ。そう。絶対に。その意識を持って、ぜひ練習してみてください。きっといいスイングができます。もしできない場合は、絶対どこかで氾濫が起きてますよ。こういったりとか。必ずそういうこと。あれでも YouTube とか見てると、下半身が回るから、連動してこう腰が回って、胸が回って、腕が回って、クラブが回るみたいな。ことを言う人もいそうだね。いや、見てないから分かんないけど、うん。ありそうじゃない？ありそうだね。ありそうだよね。だから下半身リードとかなのかな？腰を切れとか。下半身リードっていうのは、境目がもちろん分からないんだけど、うん、もちろんその、クラブとか腕とか上半身よりも、下半身がこう先行してこうやって使うからっていうことを言ってるのか、うん、分かんないんだけど、うんうん、でもさ、それも問題じゃない。下半身リードが明確でないっていうこと。どれが、どういうのが下半身リードで、どういう使い方が。それも問題だと思うんだよね。そのクラブヘッドがリードしてればいいっていう。そうだね。うん、ヘッドリードだね。ヘッドリード。そうだね。そう。こうやって、とにかく、まあ、ヘッドからこうやってトップ行くんだから、こっからヘッドからこうやって帰ることはないけど、ここでトップを作ったら、こっから、使った順に、こうやって戻してくるわけよ、うん。こうやって使ったんだったら、こうやって戻すわけ、うんうん、それができてるかどうかやね、うん。だから、こうやって上がって、こうは戻んないじゃん。それはそうだね。ね。うん。うん。それはそうだ、ね。これも言っとかないと、ちゃんと。そうやっちゃう人がいるの。そうやって言われたときに、うん、ああ、言われたら、そう。言わないよね、もう言わないよね。分かってるもんね。そう。だから、こう使ったら、うん、今使った巻き戻しをするの。はいはいはい。テープの。うん。そう。こう。こう。うん。で、インパクトで、グリップとヘッドがピタってゼロになるでしょ。うん、だから今度こっから、またヘッドリードを始めてあげる。うん。そう。そしたら、今みたいなスイングができる。で、そのクラブに釣られるのが体であって、うんうん、で、下半身だ。そうなってくると、素直なスイングっていうのができてくるんだね。うんうん、こういうスイング、うん。ああいう意識っていうのがあるだけで、力まなくなる。うん、いいの力まなくて。これができないと力めないから。難しいこと言うね。これができると、力まないから。力まないから。これができないと力めないの。そう。もう分かんないから。おしまい。おしまい？だって意味分かんないじゃん。そうか。日本語。だけ詳しくしてと、結局、うん、こうやって使うと、うん、こうやってバックスイング使う、うんうん。そうすると、こうやってヘッドを使えるようになる。うん、その動きをする、うん。そうすると、ヘッドが前に出てるんだから力めんの。はいはいはい。そうやって使ってあげなきゃ。なるほどね。だからヘッドがリードする。そっか。こうじゃないですヘッドは。で、それはさ、やろうと思ったらできんの？そういう打ち方。これ、うん、今の今のっていうか、その、こういう打ち方。え、できんのえ、できんのかな向こう飛ぶよ。え、できることはできるってことそうやって極端にやるとそういうことそう。アウトから入るね。めっちゃあれってことアーリーリリースってことそう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 。それがちょっと間違えるとこうやって足に当たっちゃう。あインサイドアウトだから。あでもやんねえな。やんないやんない。できた。言ってたじゃん。いや、ああなるからヘッドリードじゃないでしょっていう人が出てくるってことそう。だから。大変だね、YouTube って。大変だよ。大変だよ。会話ができないんだから。一方通行だから。そう。それ違いますよって言えないんだから。言えないし、向こうは言ってくるし。そう。あらあらあら。普通に受け身だから、こっちは。そうだね。そう。こういうことよね。こういうこと。これめっちゃいいじゃん。でもさ、普通そうだよね。そう。結局こうなるんだよね。そうだよね。だって棒振ってんだから。そう。そうなんだよね。だから、深く考えすぎだっつうのって話だよね。そうだね。うん、もう俺やんないからそうやって思ってたけど。いや、ほんとそうよ。だって、ゴルフやってる人の考えなんて参考になるわけないんだから。本当に、ろくな考えないんだから。だから、
何にもゴルフやったことない人にそんなの簡単じゃないってやったことが意外とちゃんとしたことで難しいことが多いのよ。あ、だってこうやってヘッド上げて、うん、力抜いただけでこうやってヘッドって降りる、それに対して自分の力を加えてあげたら2倍じゃないのっていう人もいるんだからそう、確かにそうよねって、うん、こうやってそうだね、そうだ、あれはヘッドが動いてないって言ってこうやってやつはできないから、はい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 、だからまあそんなことよりもとにかく一番ヘッドがこうやって動いてれば、うん、まあそれなりのショットっていうのはバンバン打てるって、だ本当に形よりもクラブの動き答えそう意識して必ず練習をしてみてください。はい、今回はですね久しぶりに若干寄り添い気味の動画を撮ってみました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。